起点終点放流寺大和高田清掃センター、東大寺奈良県内における市奈良県道274号、アスカ和郡山自転車道線は、奈良県高市郡アスカ村、岩井東起点都市、大和郡山市、小泉町へ至る一般県道自転車道である。通称は、アスカカラギの自転車道。都民を西に沈めにある奈良県道274号アスカカツラギの 自転車道の終点。京奈自転車道と飛鳥カカツラギの自転車道の分岐、飛鳥村の石舞台古墳から主に、飛鳥川、山和高田バイパスカツラギ川、富尾川に沿って、大和氷山和郡山市まで、奈良盆地の西寄りを北進するルート。終点の山和郡山市、小泉町で奈良自転車道に接続する。川沿いの区間は、歩行者、自転車専用道として、 ほぼ整備されているが、市街地などは一般道との共用となっており、未成区間もある。自転車用の道としては、設計概念が古いため例えば、山と高田バイパス沿いを東に進む場合は、南側の歩道を使って東へ、市街地を走行する区間がある。奈良県では、平成22年12月に、奈良県自転車利用促進計画を策定しなら、来る。 c 7線との道ルートの一部として、東へ進む経路は、大和高田バイパスの北側へ、西へ進む場合は、大和高田バイパスの南側に再整備が進んでいる。また、葛城川沿いの区間は、奈良県道280号山と青垣吉野川自転車道線の一部として、再整備されている。県道274号線設置当初は、 アスカヤマ高田高良自転車道線であったが、奇襲点変更のため、これを廃止し、アスカヤマ高山自転車道線として路線認定された。奈良県緑をつなぐウォーキングマップを参照。自転車通行可能な歩道奈良県道路環境下に確認済みリンク内のサイクリングロードはリンク切れ、公園に移行。内のそれぞれのゾーンのウォーキングマップに自転車道の記載が残っている。 2017年3月15日閲覧、ありがとうございます。